おす、未来のチャンピオン、どうも、インゲンです。ということで、今月は3敗するたびに罰ゲーム、6勝するたびに、罰ゲームが回避できるので、頑張って勝とうね、というシーズンになっております。そろそろね、3月も終わりますね。この縛りも、終わりかけになっておりますが、最後まで頑張っていきましょう。はい、今回のパーティーはこんな感じ。前回の動画と全く同じです。が、前回コーリッポがね、全然活躍できなかったりとか、このサンダーとデンジモクもね、前回、まあ、1試合ずつ活躍したけど、という感じだったので、まあ、その辺の活躍ももっともっと見せていけたらいいなというふうに思います。闇闇の技構成もちょっと変えてきてるので、その辺も試してみたいなと思っております。それでは本編どうぞ。今回開始時点でこんな感じです。あと2敗したら罰ゲームなので、2敗したくないね。頑張りましょうね。はい、対戦相手見つかりました。よろしくお願いします。600族ドンみたいな。なんかそういう感じを感じますよね。600族と順伝っていうか、順伝ばっかじゃない。ザシアンが禁止伝説で、順伝4体のガブ1体。わー、なんか圧力あるよな。まあでもね、僕はこういうパーティーに勝てた時の、快感を餌に生きてますからね。なんか、悲しい化け物みたいな、話してますけど、そういう生き方をしている以上、まあね、初志貫徹。このパーティーには絶対に勝ちたい。今めっちゃお腹鳴っちゃった。マイク乗ってないといいな。恥ずかしい。クリムガンか闇闇か、どちらから入るかなんですけど、今回、どっちかな。でもクリムガンかな。クリムガン、氷っぽいけそうなんで氷っぽ、あと鬼氷かな。サンダーもいけなくはないけど、鬼氷の方がいい気がする。氷2体。でもこの氷2体ザシアンに弱くないっていうのが偉くて、いや氷でザシアンに弱くないわけないだろうって思うかもしれないんですけど、いやあるんですよそんなこと、まあ、ということで、まあ、強いところが出るかどうかわかんないけど、はい、実際に見ていただきましょう。よろしくお願いします。ザシアンから、まあ、このザシアンが初手身代わりだとめちゃめちゃしんどいというか、もう負けなんですけどね。まあなんかそこはもう割り切って、はい、いつも対戦してます。こういうパーティー使ってる以上ね、割り切りは大事ということで。わあ、でもあんまり初手、身代わりされないんですけどね。ヘビニラミ。じゃれつく。あ、しかも当たってない。まあ、これはラッキーですね。はい。ヘビニラミが入って、一度入ってしまえば相当戦いやすいですよ、こっち。なんならついでに岩石封じかステルスロックをする、隙もいただきました。ありがたい。ステルスロックしておきましょう。氷一方の時とかは特に助かる。じゃれつく。そのまま。はい、突っ込んできてますね。気合の助けで持ちこたえてサメ肌。この、サメ肌が入るのいいですよね。はい、ステルスロック。これで、まあ、ザシアンもちょっと削れてるし、お相手の後ろもちょっと削れるという感じ。一応、ここでザシアンが引いてくるのを考えて、ヘビニラミだけ置いておきます。別に失敗したら失敗したでいい。居住山。はい、まあ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 。これで倒されるわけなんですが、今回は氷っぽ行きましょうか。全然いけそう。サメ肌でさらに削れる。でかいですよ。で、クリムガンがやられて、ここは氷っぽが先ですね。よし、活躍見せてくれ氷っぽ。できることか。ね、ちょっと期待してます。まずは身代わりから。私は体が痺れて動けない。おお、これは、でかいな。かなり、ありがたいんじゃないか、こっちにとって。からの、腹太鼓。はい、これで攻撃力全開になりまして、まだ身代わりも残ってますからね、相当でかい。これで素早さも、カムラの身がね、発動するように、HP4N 調整になっております。で、素早さが上がって、で、やっと身代わりが壊れる。で、まだアイスフェイスがあるので、これ素早さがその代わり、ナイスフェイスになってないんで上がりきってないんですよね。それを良しとするかどうかなんですけど、まあ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 、ただ、どうだろう。相手、物理が多いし、特殊はサンダーとヒードランなんで、1段階上昇で足りてそうですね。で、確かこれ、攻撃力全開のアクアブレイクで十分倒せてた。はず、前、ちょっと、ダメージ計算したんですけど、やっぱ不安になったので、もう一回やっときます。あー、ちょっと怪しい。嘘じゃん。大丈夫って言ったけど、ちょっと怪しいじゃん。まあ、ここにダイマー切る分にはもう、ね、いいと思う。まずは、雨。
これで電光石火とかザシアンが持ってた場合はアイスフェイスまで剥がされた状態になりますが、それはそれで速くなるのでお相手にとっても一長一短という感じ。最速氷っぽの一段階上昇ならサンダーに抜かれてはないような、ちょっと計算したことないな。体が痺れて動けない。あ、これはあれですね、電光石火打ってますね。よし、まあでもこれでザシアンは確定一発です。はい、あの赤ブレイクでもあれだけサメ肌で2回削れてるのでほぼほぼ確定一発ラインだったんですけど、まあまあまあ念には念をということで、もう本当にねミリみたいな確率で耐えられてても困るんでね。これそもそも物理3体で編成してたら困るし、ヒードランでも別に止まらんし、お相手は困るんじゃないか。そしてもうタスキもステロがあるんでね、意味がないということで、クリムガン氷っぽみたいなあまりランクマッチで見ないポケモンでもこうやって伝説ポケモンをね次から次へとなぎ倒せるかもしれない。まだちょっと締めにかかるのは早いけどな、相手の2体まだ見てないんでね、ちょっと安心はできないですけど、でも相当お相手は今しんどいと思う。ヒードラン、いやヒードランなら大丈夫でしょう、ストリームがあるんでね。はい、じゃあこのままストリーム連打、ここはもう素直に行きましょう。ヒードランにダイマ、じゃあダイウォールをしに来たかな、って感じですね。もしくはヒドラの方が早いのにワンチャンかけてダイスチルをしてるとか、ラスターカノンが元のやつですねっていう可能性もあるけど、さすがに氷っぽこっち最速なんで大丈夫。まずはダイウォール、まあそうですよね。でまあ引くのはないかな、結局引いても裏にめっちゃ入っちゃうしな。残飯ヒドラン、はい、まあ昔のね前作前々作とかでは、残飯ヒードラまあまあいなくはなかったですけど、今作はだいぶ減ってますね。毒毒が没収されちゃったからかな。で氷っぽの大ストリームが入ります。お相手ここにもうダイマ切っちゃったんで裏にダイマ切ることもできない。さあどうする、結構厳しいんじゃない。雨にもできてるんで赤ブレイクに戻っても火力は十分出るかなと。ベリザポスみたいな耐久でもね等倍アクアブレイクで多分十分吹っ飛ぶんじゃないかな。で、サンダー、2体とも特殊だったか。まあ、そんな中、こっちが選んだの、氷っぽで、結局ナイスフェイスにね、慣れなかったので、この速さがどうなのかなんですけど、抜けてると思うんだけどな、どうなんでしょう。ちょっとつららばりしてみます。あ、抜けてるよね。はいはいはい。1段階上昇で十分だった。まあ、サンダーも、耐久にね、寄せてるサンダーもいるんで、どっちだったかちょっとわかんないですけど、まあ、十分ですね。はい、ということで、氷っぽサンタで劇場。かっこいい。ザシアンヒードランサンダーを一体でね、吹っ飛ばすという。いや、ま、こうハマった時のかっこよさが氷っぽだよな。大変ありがとうございました。いや、こうやってザシアンをね、起点にできるというのが氷っぽの良さです。一応、麻痺で体が痺れて動けないがなくても、一旦目に、アイスフェイスを剥がされる。で、身代わりする。で、次のターン、身代わりが壊される。で、腹太鼓で素早さ抜き返す。で、ダイマして、電光石火をギリギリ耐えるぐらいの、体力になって、ダイストリームで、倒す。ということで、体力ミリになっちゃうんですけど、それでザシアン倒しながら6段階上昇と S1 段階上昇まで、麻痺なしでも持っていくことができます。なんと1対1から勝てちゃうんですね。という、工夫を施してみた氷っぽでした。いかがだったでしょうかね。はい、対戦で見つかりました。よろしくお願いします。カイオーガとカバルドンがいて、こう天候を何度も書き換えられるっていうのはある意味こうカイオーガにとっては実はありがたいんですよね。自分カイオーガどうせ自分が出れば雨になるので、雨ターンがなくなりそうな時に一度砂を撒いてもう一回出して雨に張り直すことで何度でもすぐに5ターン回復しちゃうというのがカイオーガを使う上ですごく使いやすいようですよ。今回は闇ラミ先発からいってみるか。闇ラミから入って、まあ、鬼氷はちゃんとハマると止まらなそうなんで、鬼氷はもう入れちゃっていいかな。あとは、氷っぽかサンダーを入れて終わりっていう感じですね。サンダーだと相手のサンダーに弱い。氷っぽだと海洋ガに弱い。まあ、サンダーにしときますか。氷っぽ、相手のマリルリンに、ダメージが両方半減になっちゃうので、マリルリとの1対1がちょっと厳しいかもしれないということも考えて、今回はこっちにしました。まあ相手のサンダーは出てくるか分かんないですけど、カイオーガって大体出てきますからね。はい、特に警戒は高めておいた方が良いでしょうということでございます。で、これはカバルドンなんだ。へえ。あ、よく見たら確かにカバって書いてるな。カバ銃みたいなこと書いてますね。はい、
で、今回、カバルドンに対して一応ちょっと面白いことができる闇並み連れてきてます。まず身代わりから入りまして、はい。あくびから入ってたらカバルドンやることないぞというわけですね。で、さらに相手がもし、海洋画とかそういうポケモンに引いてきていたとしても十分役割が残るというのが身代わりの美味しいところ。僕、身代わりって技大好きなんですよね。今回のパーティーに身代わりを覚えてるポケモンが4匹いますけど、6匹中4匹身代わり。いや、本当に身代わり6タイパみたいなのも考えたことがあるぐらい身代わりの虜なんですが。あ、自信をしてる。偉い。アンコールしようと思ったんですけどね、僕。そっか、しゃあないな。それなら別に、闇ラミの体力が、ごめんなさい、闇ラミっていうイントネーションがすごい気になるって前回の動画ですごい言われてたんですよね。闇ラミですよね。皆さんから言うとね。なんか、あれかな、田舎もん出ちゃったかな。大分県出身なんですけど。はい、身代わり。まあ、大分県高速道路ってね、いうところを、僕、高速って言ったりするんですよね。大分県民ってね。なんで結構そういうところが出てるんじゃないかな。闇ラミみたいなね。はい。ということで、あくびしてくれたので、これをアンコールすると。これですよ。僕がやりたいこと。で、あとはイカサマ連打しておけば、一応カバルドンは倒すことができます。もうこのあくびはね、こっちが上なので、アンコールが切れた後も一生アンコールを続けられるので、カバルドン倒されたくなければ、お相手は引くしかないんですが、そこにトリック入っちゃうよ、ということでもあります。でも、初手自信から入ってたのは偉かったですね。挑発とか警戒してたんだろうな、というふうに思います。ただ、一度こっちが身代わり割れちゃったので、その後身代わり2連続で張らないだろうという、お相手のあくびに切り替えるであろうという、その読み読みみたいなところまでうまく通せたので、はい。身代わりは2連ぐらいしといて全然良かったですね。まあ、僕全然3連ぐらいやるつもりありましたけどね。引っ込めた。一発で引っ込めるか。前回なんかこれと似たような、場面で、ラグラージが一旦で引かなかったんで、一旦で引く前提でトリックしちゃったら、全然ラグラージに通らなかった。みたいなね、そういう過去がありまして。うん。まあ、結局、このターンはトリックをしておくのが正解だったわけなんですが、まあ、しゃあないか。ていうか、海洋が結構入るな。で、残飯。残飯海洋画は引いてきそうだな、もうこのターンにすぐ。どうだろう。身代わりだけ剥がして引く？いや、もうトリックしちゃおう。うん。全然いいと思う。もう我慢ならん。いや、これ、残飯もらえたらめちゃくちゃでかいじゃん。欲しい。あー、ダメ。まあ、しゃあないですね。これはしゃあない。あ、カバルドンに、結局、この持ち物が、渡ってしまうと。これはしょうがないですね。今のはイカサマ連打が正解でしたが、お相手もちゃんとうまく警戒できてましたね。アンコールと身代わりっていう技2つ見ながら、なおトリックを警戒できるのは、さすがだなという感じですね。はい、こちらはお盆の実を手に入れて、そのまま食べちゃいます。もうらい。ということで、これはこれで美味しいんですけど、はい。方向の尻尾は取られちゃったな。一応もう一回トリックすることで、取り返せるんですけど、相手も地震連打する気しかないと思うので、もうイカ様連打しとけばいいか。あと、海洋画の持ち物が分かったのがすごく大きいですね。スカーフを警戒しなくていいので、割とサンダーでの立ち回りが楽になるかなというふうに思います。吹き飛ばし、なるほど。それはそれで良いでしょう。こっちはサンダーカラーになりましたね。どうだろう、吹き飛ばしがあるんで、あんまり身代わりしても美味しくないんですけどね、ここね、ビルド仕様が。まあ、とりあえず雷鳴蹴りから入っちゃっていいかな。もうこの時点で海洋外に早いのも分かってるんで、割と雷鳴蹴り連打してれば、お相手側きつそうですね。地震ワンウェポンだと思うんで、吹き飛ばしとあくびあるなら、もう一個ステロだと思っているので、はい。というか、ステロまだされてないよね。されてないよね。で、あくび。はいはいはい。まあ、お相手側は一回あくびしとくのが大安定という感じですが、こっちは一旦闇ラミに素直に引きます。あ、今ちゃんと闇ラミって言えた。なんだ、今の闇ラミって言えたのが嬉しかった。はい、闇ラミ。いやね、鉛は直していった方が動画的には見やすいですからね。で、ステルスロック。まあ、ここ、アンコールした方がこっちとしては戦いやすいので、アンコールしちゃうのもいいけど、お相手はそれを読めているので、という感じですよね。読み合いになると。引くか、どうか。いや、ここ身代わりでいいのか。身代わりを、例えば地震で剥がされる、
だとすると自信をアンコールしちゃえばもうそのままサンダーの起点にできちゃうよということなので、ここは身代わりでいいのか。何が何でも引っ込めた、いいですね。で海洋がよし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 、いい感じ。海洋がの瞑想の起点にもならないし、これが闇波の偉いとこ。あ、また闇波って言っちゃった。もう今 50% ぐらいの確率で、電磁砲が当たるぐらいの確率で闇波を正しく言える状態ですね、僕は今。はい。なんですが、挑発でも悪くはないんですけどね。いや、アンコールは相手の瞑想を見てから、はめることができるので、それが美味しいですね。はい。トリックで持ち物返してほしいな。返してほしいじゃない。カバルドに引かれる場合は返してもらう形になるか。海洋ガで居座る場合は、残飯もらう形になる。残飯欲しいですよね。カサマでダメージ通すのもいいけど、ここトリックかな。残飯欲しい。引っ込めた。はい、すいません。一瞬録画が切れちゃった。なんか PC のディスク容量がパンパンになっちゃったらしくて失礼しました。で吹き飛ばし、これでもうあれですね、闇闇は次のステロで落ちちゃいそうなので、はい、まあクッションという形でお役御免にするというのが役割として残りそうです。まあ一度あくびループを闇闇を出すことで抜け出せるので、それだけでも相当役割としては大きい。ここは雷鳴蹴り行ってみましょうか。雷鳴蹴りで落とせる圏内に入ったら、次からカバルドの前に身代わりをする意味も出てくる。うん、ギリギリ次の雷鳴蹴り入ってるんじゃないかな。吹き飛ばし、あ、そのまま？はい。これも闇闇出てもらっていいんですけど、鬼氷が出ちゃったか。そうか。まあ、じゃあそのまま倒しちゃっていいかな。もう吹き飛ばし連打だと思う。こうなったらね。特攻高が上がればね、海洋ガにも圧力かけれるけど。独房、まあ悪かないですね。対海洋ガニ。攻撃が下がった。うん、自信を持たないならそれはそれでいい。フリーズドライも押しちゃいます。まあ、かなりカバルドンに引っかき回されましたけど、お相手側もかなり、闇闇に引っかき回されたと思っているところだと思います。ね、お互い先発要員がすごく優秀でしたね。で、フリーズドライ押してますけど、お、引いてる。あ、これドリューズかな？お、ドリューズですね。もう、由緒正しき砂ドリューズ。まあ、これで凍ってくれたりしたらね、めっちゃでかいんですけどね。はい。ただそうはいかんと。なるほど。砂ドリューズにね、全開させられるのは、こっちもたまったもんじゃないので。ただ、防御が上がった。でかい。ドリューズ相手に防御上がるのはでかい。ただ攻撃が下がってるので、自信で押し切るのは難しい。もうサンダーの一環が取れてしまったので、サンダーで押し切るというのが、もうこっからの当面の目標になるでしょう。ただ対海洋ガとかでサンダーは一発で倒しきれない可能性があるので、どっかでね大ナックル打てれば倒せると思うんですけど、素の状態で大魔切ったら一発受けないといけないから、ちょっと体力に不安も残ったりするとかいうのもあって、なるべくサンダーが戦いやすい環境を残してあげたいな。ここドリューズがもう絶対先制できちゃうんですけど、鬼氷はもうここお役御免でいいか。ドリューズが普通に攻撃してるなら、うん、いや、ここ闇波か。あ、闇波って言っちゃった。ここ闇波だよな。あ、やばい。交代押してたけど、交代できてなかった。マジマジか。いやー、そうか。コマンドの時間が足りてませんでしたね。まあ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 。それはそれでいいや。砂嵐が収まった。これで、あれですね。向こうの砂かきがなくなるので。一旦危機は去った。さあ、村っ家で、特防が上がった。ちょっともう今更かな。で、防御が下がった。まあまあもう関係ないかな。素早さが上がってくれるのが一番美味しかったけど、まだこのドリューズが最速じゃない可能性もあるので、砂に頼ってたらね。はい。ということもあり、まだここはフリーズドライ押しといていいでしょう。あ、やっぱり、最速じゃないじゃん。これ持ってけるんじゃないですね。おー、ドリューズと1対1、勝てるんだ。よし。これは、うん、十分な仕事だと思います、鬼氷。よく頑張った。あとは、海洋ガが、あれですね、サンダーの攻撃が受からないぐらいまで削れれば、あ、ただ特攻下がっちゃった。それはきついな。海洋ガに瞑想積む隙を与えると、やばいぞ。まだお相手が大魔剣残してるので、海洋ガに大魔を切れちゃう
っていうのが、ちょっとこっちとしては怖いな、うん、と思います。いや、暑いですね、結構。もう、残飯持ってるっていうことは瞑想しますよって言ってるようなものなので、それは警戒しておかないといけない。うわ、特攻1段階下がってるのめっちゃ痛い。でもまあ、フリーズドライしか押す技がないですね。これが今出せる最大の打点。引く理由も特にない。これでちょっとでも削って3段につなぎたい。まあ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 、思ったよりはダメージ出てるけど。身代わり持ってる？いやー、いい海洋画だ。身代わり持ってんのか。さて、どうしようかな。相当しんどい。お相手はここから瞑想ができちゃうわけだ。ですね。ただ身代わり残してこっちを倒したいか？どうだろう。素早さがぐんと上がった。で、特防が下がった。いやー、ちょっといらないな。お相手は身代わりを残して倒したいって感じかな。ここ瞑想。いや、でもまあ、フリーズドライ押すしかないかな。フリーズドライ。瞑想する隙を作るための身代わりか、それとも身代わり残して倒すための身代わりか。あ、急所でかい！これはめっちゃラッキー。めちゃくちゃ運がいい。ありがとう。瞑想。まあ、ただ次の身代わり、割と安定になっちゃいますけど、いや、それでもでかいな、ここ。鬼氷、これ特攻とかが上がってくれたら、身代わりが絶えないラインまで、こっちもね、火力伸ばしたいんですよね。と、このままだと、拉致が開かないので、攻撃方面、どっちか上がってほしい。攻撃が上がった。OK です。いいと思う。攻撃は今トントンか。これ、サンダーにダイマ切らないっていう選択肢まだあるか。自信見せてないですよね。いや、もうダイアース行こう。もうここダイアースでちょっとでも削って、身代わりが絶えないラインまで押し込まないとやばい。別にここ身代わり終わってね、大安定のターンなので、ここですぐ攻撃、ダイマ切って攻撃みたいなもったいないことはまあできないと思うんですよね。一応こっちが身代わりする可能性もあるし、そんなことにね、ダイマターン使っちゃうともったいないし、あと闇闇に引くことで、こっち、一ターン稼げちゃうので、それも思わしくないはず。いや、ダイマ切れるんかい、ここで。あー、全部が、うまくいかない。思ってたんと違うよ。やばいな。一応特防これで、4段階、5段階上昇になるんですけど、一発耐えたりしないかな。体力100ですよね、今。まあ、もう合ってないような火力。くぅ、厳しい。第3打。いや、サンダーなら耐えるでしょう。うん、耐えてる耐えてる。オッケーオッケー。いや、ダイマターンはじゃあ、全部もらえるな。オッケーオッケー。それならまあ、よしよしよし、全然いいわ。お相手もここから瞑想も身代わりもできないので、ここはもう大ボール絡めて、ターン使い切っちゃいましょう。あとは攻撃方面が上がってくれればでかい。攻撃がぐんと上がった。偉いですね。素晴らしい。特防は下がっちゃったけど。はい。じゃあまあ、ここは大ボール大安定で。大ボール。お相手はストリーム打ってますが、大丈夫と。いやー、どうかな。この残り体力。ストリームを耐えるのはさすがに不可能かな。あと雨が一旦続いちゃうんですよね。素早さが上がった。まあもう関係ないです。特攻が下がった。まあもう関係ないかな。相手ここストリーム打ってると思うんで別にダイアイスをすることもない。むしろダイアイスしちゃったら、天候がまた5ターンになっちゃうんで、こっちが不利。ここで引くことで、闇ラミで最後のターンを稼いでしまうという手もなくはないけど、いや、別にそれをする意味もないよな。二連大ウォールをするぐらいのメリットはあるか、このターン。ダイアース行きますか。一応攻撃2段階上昇したしな。まあこれで倒しきるというのが目標になってくるかな。あとはサンダー頑張ってという感じ。いや、これぐらい削れれば足りてると思うんだけどな。思いたいな。願望。はい。鬼ごり、よく頑張った。ありがとう。急所でかかったですね。フリーズドライの。いや、めちゃくちゃ熱いな、この試合。いや、運にも助けられて。まあ、ちょっと能力上昇はね、序盤の調子があまり良くなかったので、まあまあまあという感じですが、まあ、それを全部ね、打ち消せるぐらい、急所がでかかった。別に闇闇出す理由ない。3台いきます。もう時間がないので、身代わりとか変な小細工もやめましょう。ここは、最大打点の雷鳴蹴りで、
この海洋が吹っ飛ばせるか、それにかかってる。うん。はい、雷鳴蹴りいきます。頑張れサンダー。海洋が物理耐久そんなないから、いけると思うんだけどな、どうかな。割と耐久に寄せてる海洋がでもあるでしょうけどね。今回、攻撃には70くらいしか触れてないので、火力にあまり自信がないですが、これで吹っ飛ばせたら勝ち。頑張れ。よし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 。かよかったー。うわー、かっこいいよ、サンダー。ありがとう。うわー、めっちゃ怖かった、今。これは勝ちでしょう。カバルドンはもう、あれですよね。もう、自信しかウェポンがないはず。いや、別に岩石封じがあっても勝ち。岩石封じでも倒せないし。いやー、コウさんが選ばれました。対戦ありがとうございました。きつかったー。ああ、久々になんか、ああ、勝ってよかったって思う試合。やりましたね。1試合でドッとくる試合でしたね。海洋がきつかったな。運に恵まれましたね、これは。お相手が、その、こっちがトリックするしないとかのね、じゃんけんも全部勝ってきてたので、こっちがね、ことごとく負けてて、うわ、どうかなって思ってたんですけど、いや、最後の方がうまく決まってよかったです。鬼ごりのね、攻撃力上昇した最後の方も、ね、追い上げが良かったですね。そう、序盤で C が下がっちゃったのがめちゃくちゃ痛くて、あれさえなければ、もしくはね、なんなら C が上がってくれてたらもっと楽だったのにとは思ったんですけど、まあでもそれを急所でなんとか巻き返して、最後の最後に A が上がってくれたんで、取り返せましたね。よかった。いや、本当に、いろんな運が絡み合った面白い試合でした。ありがとうございました。はい、ということで60敗の罰ゲームに到達したらまずいなと言ってたんですけど、先に72勝の罰ゲーム回避圏にたどり着きました。ということで、次に60敗目を踏んでも罰ゲームは訪れません。やったー、嬉しい。ということで、次に罰ゲームがある可能性があるのは63敗目まで飛びます。よし、いいぞ、いけるいける、このまま行きましょう。パーティーから禁止伝説を抜いてから調子がいいですね。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。今回のね、氷っぽはほとんど AS に寄せてるんですけど、HP にちょっとだけ振ってます。H4N 調整なんですけど、はい、HP に12だけ振ってて、あと S です。これ本当は HP の、個体値を下げた方が楽ではあったりします。一応この個体値最大の状態で、ザシアンの電光石火を大巻きることで、体力残り4分の1の状態からでも一発は耐えるよ、というラインにはなってるんですけど、多分、個体値ちょっと下げてもできるので、厳選とか、額じゃない人はそっちの方がいいと思います。僕はもう厳選がめんどくさくて、素早さ1段階上昇すればそんな変わらんやろ、と思っているので、素早さは244振りに留めています。H12 振り。まあ、その耐久が生きることもなくはないんですけど、多分個体値下げた方が強いかな。S255 振れた方が、って感じですかね。まあ、どちらにせよ HP が4の倍数、4N になっていれば何でもいいです。要するに身代わり1回と腹太鼓1回で、カムラの実の、発動圏内に入れば何でも OK。カムラの実さえ発動してしまえば、腹太鼓の後の大ストリームとかでザシアンを吹っ飛ばせるので、不一致等倍でそれぐらいの火力があると言えばもう十分伝わるんじゃないかなと思うんですけど、それぐらい、強いので、あとは全抜き狙っていきましょうというポケモンになっています。出す回数はこのパーティーで一番少ないかな。進出機会は少なめなんですけど、いざ出した時のハマり具合は半端じゃないので、ぜひ試してみてほしいですね。ザシアンが対面から氷っぽに負けるっていうのはなかなか考えてないと思う。で、今回身代わりにしてきましたヤミラミ。かなり身代わり打つ機会多かったですね。鬼火に前回してたんですけど、裏のポケモンが結構状態異常を使うので、状態異常が被っちゃうということで鬼火ではなく身代わりにしてみましたが、身代わりで様子見た後にアンコールで、カバルドンのあくびとかをね、完全に無効化するという流れも非常に美しかったかなというふうに思います。これは身代わりがないと成立しませんからね。すごく使い勝手が良かったように思います。身代わり残して海洋ガに引かれた場合も、海洋ガに対してトリックするか、それともイカサマするかっていうタクを仕掛けられていたので、お相手はかなりプレッシャーあったんじゃないかなと思います。まあ結局タク負けたんですけどね。まあまあでもその 50% に持っていけるというのが強みなので、はい、十分だったと思いますね。まあ、他のポケモンは前回紹介した通り、まあ前回前々回かなと紹介してきた通りのパーティーなので、特にこれ以上解説は入れませんが、すごくいいパーティーです。ちょっとしばらくこれこのまま使ってみたいな。このパーティーの中で唯一、変えてもいいかな、ちょっと微妙かなって思ってるのはエデン樹木なんですけども、どうだろうね。他の電気タイプでもいいような気もしますし、それと同時に何かその眠りゴナとかバタフリーみたいなね、そういう眠り
を、起点にした戦い方をするようなポケモンでも面白いかもしれないというふうに思ってます。まあ、ただ今ちょっとこれが安定しちゃってるんで、あんまり変える勇気がなくて、このままでやってるんですけど。はい。まあ、このパーティー、よかったら皆さんも使ってみてください。はい。このパーティー使ってみたい方は、このレンタルパーティーのコード、発行しておきます。僕のね、公開枠が全部で5個しかないので、枠がなくなってきたら、削除する可能性があるというのは、ご了承ください。まあ、ただ、そうなるまではね、永久に公開しておきますので、好きな時に使ってもらえたらいいかなと思います。ところどころ PP が増えてないのは、ちょっと僕がポイントマックスが結構ギリギリでやってるので、ご容赦くださいという感じですかね。はい。まあ、でも使っていて楽しいパーティーだとは思います。今の環境でも、今まで僕が使ったパーティーの中で一番勝率が高いですね。はい。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。いや、氷っぽね、水の中でもこうやってついてきてくれるんですよね。この辺にもね、確か野生の氷っぽも、こんな感じで埋まってる氷っぽがいる。ああ、そうそう、こんな感じ。これが野生。で、こっちが僕の。ということで。まあ、可愛いですよね。こういう習性があるんだ。へーって感じなんですけど。氷で浮いてるという感じ。息苦しくないんですかね。どこで呼吸してるんだろうなんて、いろいろ考えちゃったりしますけど。話しかけたらどうなるんだろう、この状態で。あ、でもすごい、水の中で、こう、影がパタパタってしたの分かります？ちょっともう一回やりますね。ほら、影がパタパタしてて。こう、ちゃんと中で喜んでくれてるの可愛いな。ペンギンとかね、僕結構、水族館とか行ったら結構長い時間見ちゃうんで。いや、いいよな。可愛いよな。ということで、今回はここまでにしたいと思います。また次回の動画でお会いしましょう。お相手はインゲンでした。またね、バイバイ。